ワイワイ染めの技。三方を海に囲まれた海洋圏である千葉県は、豊かな海を生かして発展してきました。千葉県の人々と海のつながりを表す衣装にマイワイがあります。大漁祝いの祝い着のことをマイワイと言います。かつて千葉県では豊漁の際に網元や船主が船子や網子である漁師を集めて、マイワイあるいは満祝いという大漁祝いの祝宴を催しました。その祝宴の引き出物として揃いの柄の反物を人々に配りました。いつしかマイワイは大漁の祝い着を意味する言葉になり、今日に至ります。マイワイの模様は鶴亀、松竹梅、しめ縄などめでたいものを入れた裾模様と、家印や鶴、そして鮮明などをあしらう背模様があります。マイワイは房総半島発祥で東日本に広く伝播しました。鴨川市横須賀にある鴨川マイワイ染め鈴染は大正14年の創業、鈴木康介さんで3代目です。かつてのマイワイ製作は分業制で、下絵、片彫り、染めはそれぞれの職人が担っていました。現在では分業ではなくなり、また下手をできる人も限られているため、鈴染では下絵から下手まで行っています。型紙は大きく2つの種類があります。2枚1組の背型と6枚1組の腰型です。まずマイワイを染める木綿生地の長さを測ります。この作業を生地の見積もりを取ることから積もりと言います。積もりを取るときには釘を打った自作の板に生地を引っ掛けていきます。型紙を彫ります。今回は既存の型から新しく型を起こす技法です。型紙は柿渋で固めた厚手の和紙です。新しく作る型紙を下に置いて、複製元の型紙と重ねて画鋲で固定します。ハケで優しく薄墨を置いていくと、糊を置く部分は墨が着色された状態で転写されます。鈴染が作るマイワイの型彫りは、基本は小刀で直線や曲線を彫り抜く引き彫りです。型の中で細かい柄やそのままだと外れてしまう部分を絹糸で縫い付けます。これを鈴染では糸掛けと言います。糸掛けは糊伏せをしない裏側から行います。表の凹凸を最小限にするためです。糸掛け後は柿渋を型紙に表2回、裏1回塗ります。型紙の補強です。柿渋は乾くと水をはじき長持ちします。一反ほどの木綿生地に背型と腰型をこのように配置し、型をつけて色を刺し、染めて最後に仕立てることでマイワイは出来上がります。型付けとは、型に彫った柄を糊で生地に移す作業です。マイワイの柄には糊が欠かせません。まず型付け糊と伏せ糊の元になる元糊を作ります。もち粉と小紋ぬかを3対1の割合で混ぜ、石灰で硬さを調整します。練った後に熱湯で1時間半から2時間煮ると、お湯にも溶けない糊になります。煮た後はすり鉢で練り、
煮汁と調湿のための塩で調整していきます。元のりに古紋ぬかと石灰水を加えて片付けのりを作ります。片付けのりを出刃べらで型の上に置き伸ばしていきます。のりを置いたら型を手前から丁寧に外します。生地にのりを置いたら表に芯紙を刺して庭に運びます。裏から水で濡らした六寸刷毛で生地をこすり、生地に水を含ませる水入れをします。刷毛で水を含ませた後は斜めに持った裏書き包丁でさらに裏地を書き、糊を生地の裏まで染み込ませます。水入れによって糊が生地に染み込むとともに、藍染めの時に下染めが染み込みやすくなります。ご汁とは水に浸した大豆を引いてできる汁です。ミキサーにかけた後にさらしに入れて手で絞りご汁を作ります。スズセンはマイワイの色差しの色をご汁と顔料で作ります。ご汁に含まれるタンパク質には色落ちを防ぐ役割があります。鮮やかな色をつけていきます。これを色差しと言います。マイワイの色差しは単調な塗りだけでなく、ぼかしという技法も使われ、非常に繊細です。元のりに古紋ぬかを練り混ぜ、石灰水で調整し伏せのりを作ります。染めの前に染料が入るのを防ぐために柄部分に糊を伏せるのが糊伏せです。筒金をつけた筒側に糊を入れます。伏せ糊をおがくずで覆います。余分なおがくずはほうきで払い落とします。スズセンのマイワイの染め方には、刷毛で染料を塗り重ねていく引き染めと、藍染めにつける亀染めがあります。それぞれの工程の違いは仕上がりの藍の色や裏地に現れます。スズセンでは地色の藍色を刷毛で何度も重ねていく技法を引き染めと言います。石灰をガーゼに包み、バケツに入れたご汁の中で揉み込みます。次にベレンスも同様に揉み込んで溶かします。最初にベレンス、石灰、ご汁で作った染め液で生地の表、裏、表を素早くハケで染めます。乾いたら先ほどの染め液に藍の染料を加えて引き染めを 2,3 回繰り返します。乾かした後、生地の糊を水でふやかして落とす水元をします。糊が落ちたら水から上げて針手と絹針芯紙で干します。両端を針手で挟み、水をかけながら生地の裏表のカス取りをしたら芯紙を細かく刺していきます。横幅を均一にすることで仕立てがしやすくなります。藍染めに浸して染めることをスズセンでは亀染めと言います。引き染めと同様に染め液を作ります。生地を庭に干して表、裏、表の順に刷毛で下染めをします。生地を亀に浸していきます。浸した後に生地を広げて空気に触れさせたら、濃度の違う2つ目の亀に浸します。藍亀から出したら外に運んで干します。
乾いたら、糊部分が内側になるように折りたたみます。ハケでゴジルを引き、藍がめに浸し、数日からしてゴジルを固着させるこの一連の作業を、鈴仙では地固めと言います。地固めでゴジルを固着させてから本染めです。本染めをする前に、糊が割れないように生地の表と裏に霧吹きをします。亀染めの本染めに使う芯糸は染め芯糸の中でも太いものを使います。裏から表、表から裏と生地に対して芯糸をねじるように刺します。終わったら藍染めの液が浸透しやすくなるように水を通します。水通しの水気が切れたら本染めです。藍がめの藍の花を脇に避けたら、芯糸を持って生地を一つ目の亀に入れていきます。折りたたんだ生地を亀の上で開いて、空気に触れさせて藍の酸化反応を促します。その後二つ目の亀に浸し、再び空気に触れさせてさらに反応を促します。これを染めの濃さによって2、3回繰り返します。水元に移ります。芯糸を刺したままつけた方が、畳んだ生地の間に水が入り、糊が取れやすくなります。時間を置いて糊が緩んできたら芯糸を外します。生地をブラシでこすって糊を落とします。これまでの工程でアルカリ性に寄っている生地を気流酸につけることで中和します。これを鈴仙では酸張りと言います。酸張りしたら水洗いをし、水桶に生地を縦にして沈ませます。30分ほど経つと水から上げて張り手をつけて庭に干します。飛び芯糸をつけて流水で生地のカス取りをし、2センチメートル間隔で絹張り芯糸を刺して乾かします。反物の染料が落ち着いたら仕立てを行います。かつては反物にすることまでが紺屋の仕事でしたが、今は仕立てのできる人が少ないので、仕立てまでして納品をします。正面左が亀染め、右が引き染めの舞わいです。漁師の祝い木として房総半島から始まり、東日本の太平洋沿岸で流行した舞わいは、昭和30年代には漁師の祝い木としての役割を終えました。しかし現在も紺屋の培った舞わいを染める技術や、彼らが受け継いできた祝いの柄は、職人の手によって祭り飯店や小物として生かされています。千葉の豊かな海と豊漁を祝う人々の心が育んだ舞わい。江戸時代に始まった千葉の舞わい文化は、変わりゆく時代の波の中で柔軟にその姿を変え、人々を魅了し続けています。